はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田亮でございます。ピースケ様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。抗がん剤治療3日目ですね。顔の赤黒いのとですね、しゃっくりは収まってきたんですけれども、昨日の動画あたりからですね、なんか声が高くなっちゃって、これ抗がん剤の副作用で、多分ですけど分裂を抑える、細胞分裂を抑える薬なもんですから、抗がん剤って。これ抗がんのですね、分裂が抑えられて、男性ホルモンが出てなくて女性化してんのかな。なんか昨日の夕べの動画あたりから声が高くなっちゃって、私自分ではそんな気ないんですけどね、全然。NHK の情報ありました。受信料滞納世帯は2022年1月現在で約122万件であります。全部の契約が4610万件契約だそうなんで、滞納率は 2.64% なんですけれども、一箇所で何百個も契約しているですね、大きな病院やホテル、役所などは、事業所は滞納あまりしないですよね。ですんで、一般家庭の滞納率というのであれば 2.6% どころじゃないとは思うんですけれどもね。NHK はですね、未だに一般家庭の契約数と事業所の契約数の、公表をしてないんで、事業所はあまり滞納しないから、一般家庭契約数を分母として率を計算したいところなんですけれども、なかなか小ずるい真似してやがりましてね。NHK の請求訴訟部の名称はですね、受信料特別対策センターと言います。ここが厳選したですね、今年の訴訟予定件数は1800件だそうであります。滞納している122万件からですね、厳選に厳選を重ねて1800件選びます。受信料特別再生センター、家庭の家の周辺の内定も行っております。その1800件、122万から1800件を選ぶためにですね、内定も行ってる。家族で住んでるとか、ちゃんとサラリーマンであるとか、洗濯物干してやっていないってことはないとか、そんなことを偵察に行くそうであります。そこにはですね、担当が地域営業センターから本部の受信料特別対策センターに移りました。何月何日までに滞納分払ってくれないと請求訴訟しますと、その1800世帯には封書が届きます。もしも万が一この封書が届いても、慌てず騒がず請求年数を確認してください。受信料の請求時効はですね、5年間で時効で、最高裁の判決も出てるんですけど、 NHK は平気で20年分とか30年分の請求をしてまいります。もしそうだった場合は、素直に払ってしまわずに、必ず必ず異議申し立てをしてください。異議申し立てをした場合、裁判になりますけれども、それが毎年毎年測ったように約800件ぐらいになる不思議と。1800件請求訴訟しますよ、言ってですね、半分以上は素直に払っちゃうんですけど、中には時効の5年分以上も払ってる人がいるかもしれません。20年分も30年分も払っちゃうんだったら、裁判になって安くなった方が得だと思われます。必ずそういう場合は異議申し立てをしてください。判決はですね、判例で契約した以上払う義務あるよということになりますけれども、N 党が吹聴しているですね、見なければ払わなくていいは真っ赤な嘘です。信じないでください。滞納122万件中、裁判になるのは毎年800件程度ですんで、1年間のうちに請求訴訟されるか、されない確率は 99.935% です。される確率は 0.065% です。これは1万分の1
よりは多いのか、2500分の1ぐらいですか。まあそんなもんです。さらに NHK はですね、訴訟したら払ってくれそうな世帯、払っても経済的に困らなそうな世帯を、あの家を偵察しに行って厳選しますんで、そうでない方の訴訟確率はもっともっと低いであります。ご安心ください。どういう人は訴えられないっていうのを私知ってますんで、お電話でご相談ください。よろしくお願いします。今日30日午前7時52分頃、朝っぱらですね、北朝鮮が今年7回目のミサイル発射、いやーバーゲンセールですね。岸田総理、情報の収集と分析に全員でコミュニティに航空戦をいっぱいあるんだけど、した、まあ、いつものことを言ってました。万全な体制なんか支持された方も困るんだろうなって私ちょっと思いましたけどね。私は豊島区議会で共産党議員がですね、行政に完全完璧を求め、些細なことでそんなのあるわけねえよっていうようなことを、もしこうなったらどうすんですかみたいな言いがかりつけてですね、行政妨害と審議遅滞を繰り返すのを見てますんで、他人に完全完璧を求める人間を信用しないこと、こいつはなんかうさんくせえやつだな、そんな言われて自分でできんのかよ万全なんて、絶対ってことだって、うさんくさく思って信用しないことにしております。デカルト、我思うゆえに我あり以外の絶対はないっつってますね。最近のミサイル発射で遺憾を使いすぎて、今朝のミサイルには使わなかったみたいなんですけど、1月5日誠に遺憾なことだ、11日極めて遺憾なこと、17日誠に遺憾、27日大変遺憾、誠に極めて誠に大変と来てですね、言っておりました。ダミだダミだダミだ、空の彼方に飛翔体、ダミですね岸田総理ダメっすね。極めていかんと誠にいかんと大変にいかんしか言葉知らねえのがネットなんです。もう録画しといて発射のたびに同じの流しとけば、何もできないなら黙ってる方がよくね。いかんなんて言ってないで厳しい制裁だろうが。朝鮮総連に自由に経済活動させているけど、そこら辺から手をつけろよ。毎回いかんだけど、総連には絶対手つけないのな。ワクチンからミサイルからマジで何もしない。今更だが高市さんが正解だった。敵基地攻撃予算どんどん増やせなどという意見がありました。まあ、北京後に始まったら撃てなくなるから、今のうちね、期限切れミサイルの在庫処分してんのかな北朝鮮。今年になって7回目っちゅうからね。日本海にゴミ捨てんだよねバーが。岸田総理は押せば引っ込む、空っぽなので、大騒ぎすればですね、遺憾以外のことも言うかもしれないですね。武蔵野市条例みたいに大騒ぎすればね、遺憾の次は避難するっていう風に外交用語でなるみたいなんですけど、それを言わせるためだけに大騒ぎする価値ないだけどね。佐渡金山世界遺産推薦見送りなど、岸田政権の外交姿勢には自民党内からも公然と不満が出てたしね。安倍総理、元総理も間違いだって言ってるしね。ガヤガヤ言われたから引っ込めるのは間違いだ。高市早苗政調会長も、国家の名誉に関わる問題だ、公然と言ってましたしね。元内閣参与高橋洋一さん、日中友好議連ははっきり言ってビジネスの仲介役なので、ハニトラマネトラでズブズブ、林外相なんか単身で年に7回も訪問って、だから彼を外相にした岸田総理は米国にそっぽを向かれているんです。日本は米国にとって経済も軍事も最大の同盟国なのに、日米首脳会談が未だにない理由をばらしておりました。ネットの反応です。単身で年に 7、8 回も中国行ってんのか、そら疑われるよ。ハニートラップを楽しみに行く豚、ハニトラと賄賂でズブズブ、そんな秘密握られたら支配下になるに決まってる。日中議連は利権集団なのか、セクシーヨガの常連だそうから、ハニトラは好きでしょう。まあそういうの好きなのかね。林法政外務大臣ね、お盛んですな。俺なんか女性化してるっつうのにさ、ハニトラ外務大臣なんて恥の極み。こういうの外国ではスパイと言います。まあ早くもね、レームダックで
実験は皆無と言われているバイデンとあってもしょうもないですけどね。まあ実験皆無で空っぽって言うなら押せば引く岸田総理も似たようなもんだしな。最近の岸田総理こんな顔になっちゃった。うつろになってきちゃいましたね。なんかねボケっとして、やっぱ総理の器じゃなかったのかな。無理に無理を重ねてうつろになってんのかな。菅総理もですね、末期の頃にはなんかうつろな顔になっちゃってましたけど、早く辞めて高橋さんに代われ、もういかんしか言えねえんだから、共産党に抱きつかれ、労組連合に見放され、タレント公認候補には逃げられ、声かけたタレントには断られ、支持率は維新に抜かれと、いいとこなしのオワコン立憲なんですけど、29日夜、泉健太代表、参院選の戦略について、政策の合うメンバーで勢力を作る、最初に国民民主党と協力する、共産党が我々を自主支援するのはあり得る。あっちが勝手に支援するのはあるみたいなこと言ってましたけど、ネットの判断です。あまりにも共産をバカにしすぎでは、共産もここまでバカにされるとは、都合のいい妄想しすぎ、このズーズーしさはすごい。連合にも共産にも協力してほしいって虫が良すぎ、政策が合うならなんで分裂したんですかね。まあ、国民との分裂ですね。これ譲れない政策の違いがから分裂したんだろうね。ちょっとしゃっくりが出てしまいました。共産党を敵に回して玉木にも無視されて本当に何がしたいのかと、そんなね都合いい虫の言うことばかり言ってからおわこになっちゃうんですよ。立憲の中では泉はまともな方だったという噂でしたけど、やっぱね、あの立憲にのトップにふさわしい人材だったみたいでね、ジェンダーやら風別姓ばっかりやってる立憲は玉木党と全然政策合わないじゃんね。共産が全面降伏で立憲の傘下に下るに等しい自主協力なんかするわけねえだろ。社会党の時代からね、あのテレビや新聞が失言や不祥事をね、70年にもわたって隠蔽&切り取り映像で全力応援すると、ここまで知能が劣化するっていう実例ですかね、これね、実験ですかね。東京選挙区に出馬予定の私としては、立憲が頭おかしいまま参院選に突入してもらった方がいいんですけどね。参院選東京選挙区6年前の結果ですけれども、蓮舫立憲112万票、中川雅治さん78万票、竹谷俊子さん、公明党山添拓、共産党朝日健太郎さん、自民党小川俊夫立憲、なんかが当選しております。6枠であります。自治立立公共というあの数ですね。自に立に公一共一と、中川雅治さん今75歳と小川俊夫73歳は引退かもしれないです。蓮舫は早々公認されたって報道あったんですけど、小川が公認されたって、報道がなかったんだよね。宿場そうすると、あの、出馬確実なのが、蓮舫、竹谷さん、山添、朝日健太郎の4名。自民も、玉木も、維新も、新人出すでしょうね。まあ、私も精一杯頑張らせていただきます。実は今、日本改革党の参院選どうすかなって悩み中でして、参院選前にね、現在4名いる、来年春の統一地方選候補、イコール支部長なんですけれども、今いる地区が浦安支部長、足立支部長、世田谷支部長、江東支部長、であります。4名。もっと募集して、私の参院選手伝ってもらうか。まあ、各地で凱旋してもらって、日本改革党って広めてもらうか、それとも私が参院選を戦った実績でもって候補を募集すか、まあ、がん治療との兼ね合いもあって、って悩んじゃうと思うんですよね。6月までに支部長いっぱい募集して、いっぱい凱旋してもらって、私それに
生ききれんの か体力持つのか。今ねなんかね、ずっとあの引きこもってるもんですから、体力と筋力が落ちに落ちて、まあゼロに近いんですよ。ティリリリリってあのレベルダウンした音が聞こえるぐらいね。70日間嘘で反日が統治の正当性っていう情けない韓国政府ですが、税金でですね佐渡金山世界遺産登録阻止チームを結成決定だそうであります。税金で、それが政府のやることなのかな。他の国のなんかあの文化を邪魔するっつうね。ネットの反応です。どうぞどうぞ。一人で踊ったらイヤホンが効かなくなってきてるから必死。これで疎遠になるなら素晴らしい。約束を一切守らない連中に言われても、給料もらってた単なる出稼ぎ労働者だろ。江戸時代の金山を登録するっつってんのに何言ってんの。嫌がらせに全力を尽くしてるな。民主党や立憲みたくなんとか追及チームっていうのを作るの好きですね。どれもこれもいつの間にか消えてっけどね。どうせあの物証皆無で自称徴用工でしたなんていう人の証言だけでドヤ顔するんだろうけどね。まあ安倍総理とか高市政調会長のおかげでですね、日本は歴史戦、韓国の嫌がらせを覚悟したすでに。ですからまあ無駄なんですけどね。まああの頭がまともじゃないから無駄なことにも粘着するし、税金使ってまで政府が阻止チームなんか作っちまうのかな。呆れ果てちゃいますね。日本大使館前のですね慰安婦嫌がらせ集会は週1で2000回やったんだって。一体何年なの。40年ぐらいやってっか。まああの週2でやったこともあるんですから、まあ20年は確実にやってるでしょうね。本当にこいつらの脳みそどうなってんのかな。2ちゃんの創設者のひろゆき氏が、この問題に対して本質をついてました。奴隷労働産物がダメっていうならパルテノン神殿もピラミッドもダメじゃん。奴隷使ってたんだから、何十万人もの奴隷を使い捨てして何十万人も死んだっていう記録があるね。万里の長城なんかもちろんダメですよね。ウイグルの全ての生産物も全部ダメ、文化遺産でいいけど。って言ってもですね、反日が国家の方針、生きる道の韓国政府は、まあ理解しないですけどね。レーダー照射の時の言い訳もひどかったもんね。なんか、壮大な BGM の動画作っちゃってこれが証拠だなんて、何言ってんだボケ。みんなあげれてましたけど、言ってもわかんない奴は殴りつけないとね。70年間の脳みその腐敗で、ちょっと殴りつけてももうあの手遅れのような気がしますけどね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。